ハニュー・ユズル、フィギュアスケート界の伝説が世界を魅了する。フィギュアスケート界のスーパースター、ハニュー・ユズル選手がベースケートし、インターナショナルフィギュアスケーティング、IFS に登場し、彼の素晴らしいキャリアと世界への影響力が賞賛されました。ハブ選手は、競技場を満員にし、ファンを感動の渦に巻き込む魅力的な演技で知られています。特に彼の人気は中国で高まっており、 中国のファンからは彼の偉業に対する感謝の気持ちが寄せられています。このコラムでは、羽生結弦選手がフィギュアスケート界にもたらした革新と成功について探求します。また、彼の人気の秘密となる独特の魅力や、彼の指導者であるブライアン・オーサー氏との関係にも触れます。さらに、彼のソーシャルメディアを使わないスタンスについても考察します。羽生結弦選手は、 その卓越した技術と芸術性によってフィギュアスケート界を変え世界中のファンを魅了し続けています。ハニュー・ユズルの世界的な影響力。ハニュー・ユズル選手は競技場を埋め尽くすほどの魅力と人気を持つフィギュアスケート選手として世界的な影響力を持っています。彼の演技は技術的な限界を押し上げ他の選手たちにとって究極の目標となっています。ハブ選手の存在は フィギュアスケートのファンや主催者にとっても大きな経済効果をもたらしており、毎年数千人ものアイスファンが彼の試合に詰めかけ、チケットは数時間で完売することが多いのです。さらに、羽生結弦の人気はソーシャルメディアを通じて広まっておらず、彼の魅力と実力が直接的に彼のファンを引きつけています。彼は自身や自身のブランドを宣伝するためのソーシャルメディアのアカウントを持っていないにもかかわらず、 彼の世界的なファンの規模は驚異的です。彼の成功は彼の卓越した演技によるものであり、ソーシャルメディアの存在を必要としないことが証明されています。羽生結弦とブライアン・オーサーの関係。羽生結弦選手のキャリアを支え、彼を世界レベルのスケーターに育て上げたのは、彼の指導者であるブライアン・オーサー氏です。オーサー氏はハブ選手に対し、技術の向上だけでなく、 芸術的な表現力の開発にも重点を置きました。彼らの協力関係は成功を収め、ハブ選手の演技に深みと魅力を与えることになりました。インタビューによれば、オーサー氏はハブ選手がフィギュアスケートの技術的な限界を打ち破り続ける能力を持っていると述べています。ハブ選手の演技は常に進化し、彼が設定する新たな基準を追い越す選手はまだ現れていません。オーサー氏の指導によって、 ハブ選手はフィギュアスケート界において真のレジェンドとなりました。ハニューと中国のファン、ハニュー選手の魅力は彼の故郷である日本だけでなく世界中に広がっています。特に中国のファンからは彼に対する熱い支持と感謝の声が上がっています。彼らはハブ選手の存在がフィギュアスケート界にもたらす繁栄と彼の素晴らしい演技に心から感動しています。中国のファンはハブ選手を 表上の王者と称賛し、彼の伝説が永遠に続くことを願っています。彼らは彼の演技に感動し、彼が自分たちの心に深い感情を呼び起こす存在だと語っています。彼らはまた、ハブ選手のフィギュアスケート界への貢献に感謝し、彼が世界的な人気を集める理由を探っています。ハニュユズル選手は、フィギュアスケート界において真のレジェンドとなりました。 彼の技術的な卓越性と芸術的な表現力は競技場を埋め尽くし、数多くのファンを魅了してきました。彼の存在はフィギュアスケート界に新たな基準を打ち立て、他の選手たちにとっても目標となっています。さらに、羽生譲弦選手の人気はソーシャルメディアを通じて広まらず、彼自身の魅力と演技の素晴らしさが直接的にファンを引きつけています。彼は自分自身を宣伝する必要がないほどの魅力を持ち、 世界中の人々の心を掴んでいます。中国のファンからの熱い支持も彼の人気を裏付けており、彼の演技が彼らの心に深い感動を与えています。彼らは彼のフィギュアスケート界への貢献に感謝し、彼の伝説が永遠に続くことを願っています。羽生譲弦選手のキャリアを支えたブライアン・オーサー氏の存在も見逃せません。オーサー氏の指導によって、ハブ選手は技術と芸術性の両面で成長し、 フィギュアスケート界での地位を築きました。羽生結弦選手は、フィギュアスケート界に革新と魅力をもたらし、世界中のファンを感動させ続けています。彼の存在はフィギュアスケート界における永遠の伝説となり、彼が残した功績は後世に語り継がれることでしょう。彼の今後のプロパフォーマンスに対する期待も高まっており、彼がどのような新たな魅力を見せてくれるのか、世界中のファンがワクワクしています。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。